害獣について学び、地域農業への関心を高めてもらおうと、佐賀市の農業高校の生徒がイノシシの肉を使ったソーセージ作りに取り組みました。この取り組みは佐賀市の甲子館高校が行っているもので、今日は食品流通課の2年生24人が参加しました。生徒たちは県内の農作物の被害状況や駆除された害獣を有効活用するための方法としてジビエ加工があることを佐賀大学農学部の江原准教授から学んできました。今日は佐賀大学の施設でイノシシの肉の種をビニールに詰め込んだ後、糸で縛りソーセージを作っていきました。詰める作業とかが難しくて大変だったけど、コツを教えてもらったりして楽しくできました。今日作ったソーセージは後日生徒が食べるということです。また生徒たちはソーセージのパンを開発中で、来年度中の販売を目指しています。